では今からワードプレスを今から始めてみたいという方向けに、ワードプレスをどうやって始めればいいのかというお話をしていきたいというふうに思います。ちなみに台本などは何も準備してないので、お聞き苦しい点もあるかもしれませんが、よかったら聞いていただければ嬉しいなというふうに思います。はい。では早速始めていきたいと思います。ワードプレスを始める前に、まずはご自身のドメインをまず借りていただくというところから始めていただければというふうに思います。○○.jp とか○○.com といったものです。で、ドメインを販売している代理店さんはいくつかあるんですが、例えば、ムームードメインさんが取り扱っているドメインも多い会社さんですので、例えば、ムームードメインさんでドメインを取るというふうにしてみます。で、まず最初に欲しいドメインですね。何でもいいんですけども、例えば、ほげほげとかで検索をしていただいたら、ほげほげのドメインがあまり取得できないですね。あ、結構取られてるか。だとしたら、例えば、他のドメインをちょっと検討されてみる。世界に2つ同じドメインは存在しないので、ご自身の専用のドメインですね。例えばこれがいいなと思ったら、このドメインですね。これ例えばほげほげほげ .jp を、カートに入れていただいて、あとは申し込み手続きですね。を進めていただければと思います。で、ムームードメインの、ドメインがもしなければ新規登録からになるんですが、これはもうすでにドメインを、アカウントをすでに作ってますので、あとは購入手続きですね。をしていくという流れになります。ここの手続きについては、ちょっと省略させていただければと思うんですが、画面に沿ってご契約を進めていっていただければというふうに思います。はい。で、ドメインを取得したら、次はレンタルサーバーの契約を進めていただければと思います。で、ワードプレスを扱うときに、まず必要なのが、独自ドメイン、自分専用のドメインと、あとはワードプレスを入れるために必要なのがレンタルサーバーです。で、レンタルサーバーはご自身で選んでいただいて、お好きなところをご契約いただければと思いますが、今回はロリポップさんの画面で進めてみたいというふうに思います。で、ロリポップさんで、アカウントを作ったら、この下の方ですね、サイト作成ツールのワードプレス簡単インストールをクリックしていただいて、で、利用したいドメインを選択して、で、あとはタイトルとユーザー名と、パスワードと、入れていただいて、で、入力内容確認をしていただいて、で、あとはインストールをしていただいたら、ワードプレスの解説が完了しますというふうに、もう何回かクリックするだけで、ワードプレスの立ち上げが簡単にできる。で、とても便利です。はい、ワードプレスのサイトができました。で、開いていただくと、こういうハローワールドと表示されるページが最初に出てきます。これはワードプレスの新規インストールの方法です。もし例えば、入れ方わからないなどあれば、聞いていただければというふうに思います。はい。では、次は実際にワードプレスの設定画面
を見ていきたいというふうに思います。